セルゲイ・ウラジー・ミロビチー・イリューシンは、ソビエト連邦の航空機メーカーのイリューシン、設計局の設計者。1894年3月30日に、ロシア帝国のボログダ県、ディリアレボに誕生する。1910年から航空機に興味を持つようになり、第一次世界大戦中にパイロットとして従軍し、1919年に赤軍の航空機関となる。 1926年に空軍アカデミーで工学の学位を得た後に航空機のデザインを始めるようになる。イリューシンが設計したイルマイナス2攻撃機とイルマイナス4爆撃機は第二次世界大戦中に赤色空軍で正式採用され多方面に配備された。戦後はイルマイナス18やイルマイナス62などの旅客機を生み出した。1968年に ソ連科学アカデミーの会員となる、レーニン勲章を、はじめ、数多くの勲章を受賞した。1977年に死去し、モスクワのノボデービチ修道院の墓地に埋葬された。息子のウラジーミル・セルゲイ・イエビチリュウシンは、テストパイロットとしてよく知られている。ありがとうございます。